こんにちは、速稼塾の久保です。実はですね、もう遠い昔といってもね、3、4年前、いや5、6年前だったかな、になるんですけども、発信するネタがないというね、そんなね悩みを抱えた速稼塾の塾生さんがいらっしゃいました。で、彼にね、私がしたアドバイスで、彼はアクセスを稼いで集客をして売り上げを伸ばすことができたんですよね。それはどんなアドバイスをしたかというと、ネタの探し方なんですよ。ネタの探し方で、おいおいと、お前のところに迷惑メールは来るか、迷惑メール無茶来るんですよ、もう困りましたねって、いろんなところに登録したからしょうがないんですけどね。その迷惑メールを一つ一つ、YouTube で喋ってみるか、もしくはブログで掲載してみたらどうかな。なるほど、ネタ確かにありますね。そう、迷惑メールってのは、よし迷惑メール書くぞって言って、迷惑メールを目指して書く人はいないんだよと。あくまでも発信者の意図と受け取る人の意図が違うから、受け取った人がこれ迷惑だなって感じるだけで、実はね、迷惑メールって世の中に存在しないんだよっていうようなね、迷惑メールは存在しないっていう速稼塾の概念があるんですけども、それを改めてお伝えしたんですよ。そうすると、確かにね、聞いたことありますと。速稼塾では迷惑メールすら自分のリストにしろっていうふうな教えがあった。確かに。ということで、その方はね、迷惑メールを全てタイトル、内容を読んで、そこでどう感じたのかってことをアウトプットするようにしたんですよね。そうするとですね、この迷惑メールしか発信しない、この確かね、ブログだったと思うんですけど、そのブログがヒットしたんですよね、これがね。だから YouTube でやったらね、今ね URL が残ってると思うんですけども、なんかブログかなんかでやって、で、私もちょろっと見たんですけども、あんまり面白くなかったんで、私はね送られてくるたびに、あのブログの URL をあんまり見てなかったんですよ。でもそれがヒットしてアクセスが集まって、そこからですね、商品が売れたらしいんですよ。ね、こんな迷惑メールが来ました。でもこの迷惑メールはこういうところとこういうところが、もしかしたら結果に結びつかないかもしれません。本当に売れるのはこちらですみたいな感じで、いつもこの形でね、叩き屋ブロガーじゃないんですけども、誘導したらしいんですよ。で、今回ね、この例を見てどう感じるかなんですけども、結局はね、ネタを仕入れて、そのネタを握るところまで行ってると思うんですよ。なるほど、面白いネタだなと。握った後、お客さんのところに出してないんですよね。カウンターの中にしまっといて、これずっとね、握った、おいい寿司だな、いい寿司だってずっと積み上げてるんですよ。で、集客してないから、店の中にはお客さん来ない、席は誰も来てないと。そして自分の握ったネタをカウンターに出すわけじゃなくて、カウンターの奥に引っ込めてるんで、どんな商品、どんなネタが握られてるのかすら誰にも分かんないっていう状態ですよね。だからやっぱりね、鮮度のいいネタっていうのはすぐに出すと。鮮度がいいネタでしょっていうふうにアピールするって。もしくは他のブロガーさんとか他の YouTuber さんに、こんな鮮度のいいネタがあるんで見てくれませんかということで送ると。特に速稼塾に入ってると、自分の作ったね、そういったネタっていうのは私が再発信するわけですよ。チャンネル登録1万人の中で、だから見られる可能性が高くなるわけですよね。そういった私の再発信によって、例えば最近でしたらね、ガチンコマッチョクラブっていうのは、割とこうクラブ生をね、第一期生を集めることもできましたし、Cのキャッサルシリーズもブレイクするようになりましたし、私のおかげって言ったらね、ちょっとおかげなんですけども、そういうのも抜きにしても、アクセスが取れないって悩んでる、集客ができないで悩んでるなら、集客できている人のところに紹介してもらうチャンスをいただく。しかも私は紹介しますよって、もうね、おせっかいにもね言ってるわけなんですよ。でも毎日毎日、これお願いします、これお願いしますっていう風になるかなと思ったら、そうでもないと。一体ね、集客もせずに、商品も売らずに、ネタばかり探して一体何をしてるんですか。それもこそまさにね、カモの道ですよ。ネタを探してネタを仕入れる、時には有料で仕入れる、終わりね、販売しないわけですから、それ赤になりますよ。もうどんなね、ネットビジネスやってもね、結局はビジネスですから、どこで売り上げが上がるかというと、売り上げを作った時、費用するに人に売った時なんですよね。ビジネスっていうのは、売るっていう作業でビジネスが成り立つんですよね。買うっていう作業はビジネスじゃないですからね。仕入れるって言ったら聞こえがいいんですけども、あくまでも販売する目的で買ったものを仕入れるっていうわけなんですよ。だから逆なんですよね。ただ買って単なるお客様になってるんですよ。いや、お客様じゃダメですよ、お客様じゃね。で、そういう意味で前回のビデオね、完全に時間の無駄なんですよ。ああいうくだらないビデオ、真っ黒の砂嵐のビデオを何時間も何十時間も何日も何年も見てるのと全く同じです。
全く同じ、やらなければね、全然同じです。ということで今回の動画にさせていただきました、正しいビデオの見方でございました。いってらっしゃい。